ゲストのコーナー、久々ゲストが来てます、はい、来ていただいております。ありがとうございます、はい、自己紹介どうぞ。はい、コープライド低クオリティでおなじみの桐野安夫でございます。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。この人知ってる、テレビで見た。いやいや、いきなりミーハーに。大石さんもだいぶ昔からのお付き合いじゃないですか。はい、知ってます。だいぶ昔にこの番組出させていただいて。いやだから先生とお会いするのはどのぐらいぶりなんですか。結構久しぶりですかね。でも何年か前に引っ越しをお手伝いさせていただいてます。なるほどね。あれもでも5、6もっとかな、になりますか。6年前かもしれない。そんな前だって引っ越しってあれでしょ、事務所の。そうですね、ですよね、あれはもうちょい最近だ、2、3年か、そんなもんだ。そうですよね、2、3年も経ってるかな。それぐらいですか。でその前もね、昔から何度もお会いしてますもんね。ゲストで来ていただいてますし、はい、いや実はですね、ちょっと今日ご相談がありまして、はい、田中陽一郎さん、まあ、元メインストリートですね、はい、今占い師をやられております田中陽一郎さんが、はい、以前私を占った時に、はい、42で君はブレイクするから大丈夫だと、うん、そしたら、うん、今私ちょうど42なんですよ。はい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 。でもこの低たらくな状態になります。いやむしろ42を待たずしてここ 1,2 年だってブレイクじゃないですか。いや、まあ、ブレイクとは言えないですけど。いや、まあ、ちょっと露出はね、まあ、露出は少しずつ、いただいて。いやちょっとなってもんじゃないと思いますけどね。いや皆さんのおかげですか。いやでまあ田中陽一郎さんというお名前が出てですね、はい、昔やっぱりこういう番組の中で田中さんがたまに来てくれることがあってですね、うん、その時に私はよくネタでですね、はい、一応彼の方が年齢も下だったんで、うん、こういうそのやつは今のうちに潰しとかないとって発言をよくやってたんですよ。でギャグで言ってたのが、最近ネットでですね、大石は後輩を潰すって書かれてるんですよ。そう、嫌なやつだって書かれてるんですよ。だから今日も潰しにかかります。いやジャンル違いますから。いや田中さんはね占い師ですけど。俺はいや占い師ですよね。うん、だからいや桐野とジャンルが違うんですけど。違うよ。ね、芸人じゃないんですか。桐野さんを潰すとは言ってないんで、田中さんもそうって話をしてる。そういうことですか。当たり前じゃないですか。でどうなんですか。はい、それでですね、はい、その42歳からっていうふうに、まあ、田中さんが言ったというのは、おそらくその四柱推命というやつを使ってですね、で四柱推命ってその人生のステージをこう10年10年で切るようなこう見方があるわけなんですよ、うん、で10年なので年齢の末尾がいつも同じ年齢の時がこう切れ目になっていくんですよ、はい、で桐野さんの誕生日を調べると、確かにその2歳とか12歳22歳みたいに末尾2のところで変わるっていうのは、あ、これを多分言ってるんだろうなってのは分かりましたと、うん、でもうちょっとすいません、こちらに一応書いてきたんですけどね、まあ、これちょっと低いかな、大丈夫ですか、こんなもんですけどもね、まあ、こちら生年月日時間があり、あと10年運がありっていうふうになっているんですが、私の見立て的にはね、いやどうかなっていう、ちょっとどうかなって気はするんですが、42から確かに大きく変身を遂げるぞっていうのはあるんですけれども、それって実は今年すごい山場になってるところなんですよ。要はですね、今まで、やってきたものが、これちょっと桐野さん自身見えにくいかな、はい、まあ、これが今年なんですよ、42なんですよ、で40、41、42ってこうなってるんですけれども、こう赤丸ついてるのは3年ぐらいずっといいぞっての続いてはいるんですよね。で上の方に書いてあるやつはこれ全部10年なんだけども、そういうふうになりますと42からってこっちの方の日の絵虎っていうやつになるんですけれども、これって今までのものを破壊しないといけないような運気ってやつが来るんですよ、はい、だから延長線上でものを考えちゃいけない時が来まして、むしろその自発的にいろんなものをぶっ壊していかなきゃダメだよっていうふうになっていると。でそれがね、本人が良かれと思うサービス精神とか自分流の凝り方みたいなものを壊せってことになるんですよ。おー、なるほどなるほど。でね、やっぱりそのあそこね、書いてないか、高いプライド、高プライド、高プライド、低クオリティ、まあ、低クオリティは置いといても高プライドはね、この星だろうなってのがまあここにありまして、すごくね語りたい人なんですよ。人からのアドバイスとかは多分全部スルーしてます。聞いてもらってる
ていて聞いていなくってで人にアドバイスされるよりは俺がアドバイスしたいっていう立場の人合ってる、ね、語りたがりのその部分がコープライドの星は多分これだろうというふうになるわけなんですよ。でねこいつがこれからの42からの10年まだ強くなっちゃうんですよ、だから今までももしその弊害があったならばこれからもっとその弊害大きくなるからより抑えないとダメだぞってことになるわけなんですよ、ね、あなるほど。だけどあのもう一つ同時にそのさっき言った自分で凝っていろいろこうなんていうかな作る星みたいなのが、これ壊さなきゃいけないになってるのでもういっぺんですね変なその技巧を凝らすとかそういうのやめにしといてもうね本当裸で出るぐらいの感じでちょうどいいだろうみたいな感じになります。なるほどね。なるほど。その方があの本来の持ち味が生きてくるんじゃないかなと。だから一回キャラをじゃあ崩した方がいいね、そうですね。今ここ 1,2 年の間のってのはある意味非常にほら作り込んだやつでしょ、はい、じゃないですか。もっと本当にただ出てきてただ日常のことを語るみたいな感じの方がむしろ味としてはいいんではないかなという気がしますけれどもね。それで露出増えるようになるんですかねいや、でもあのね今日最初に言ったみたいにあの桐野さんとはこう何度かお会いしてるから普通にあのカメラ回ってないところで喋ってる時の方が面白いですよあ、そうですかあれそのまま出せばいいのにと思いますけど、ね、ありがとうございます。どうですか先生のアドバイス聞いて。いやでも本当に壊さないことにはちょっとね未来は見えてこないんで、うん、まあ今お腹壊れてるんですけどねいやいや何の話ですかいやでも本当にこれをやめろと言うのいやでも本当にちょっとなんかその先生言ってること合ってるし。あそうなの。あそうかそうか。まあもちろん知ってる、ね、もちろん知ってますから合ってるし、うん、そのちょっとねあの新しい自分じゃないけどね新しい自分発見のやつではいいかもねそう長谷川さんもそう言ってることですし、はい、あのちょっと長谷川さんに免じてやってください。はい、やりますお願いいたします。楽しみですよ、はい、今日はゲストをお招きいたしました。はい、はい、ゲスト桐野康雄君に来ていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。